子どもたちの夢にエールを送ろうと、大きな鯉のぼりにメッセージを綴るイベントが神戸市内で行われています。睡眠プロジェクトは、子どもたちに夢を持つ素晴らしさを伝え、健やかな成長を願おうと神戸でスタートしたもので、毎年子どもの日を前に大きな鯉のぼりを制作しています。小魚たちが協力して大きな魚に立ち向かう絵本スイミーにちなんだこのプロジェクト、6回目となる今年はおよそ2ヶ月かけて世界6カ国で合わせて24匹の鯉のぼりを作ります。今日は長さおよそ10メートルの布にアーティストたちが思い思いの絵を描いたほか、子どもたちがスイミーになぞらえたカラフルなスタンプを押して次々と将来の夢を書き入れていきました。このイベントは明日も行われ、完成した鯉のぼりは来月3日に神戸市垂水区のマリンピア神戸で掲げられるということです。